はい、どうも。いやでーす。ということで、そうですね、花泊はルカリオで、で、もう片方はアイクスネーク。花泊さん、虹ヶ崎誰が好きなの？虹ヶ崎だったっけな、そもそも花泊は。あ、違うの？うん。ラブライブってあの5個ぐらいシリーズあるんで。あ、そうだね、うん。スーパースターとサンシャインと、無印と、虹ヶ崎と、あと、なんだっけ、ハスの空みたいなやつ。うん、いろいろあるんで、ってことで、ドッカンドッカンと。さあ、序盤から 26% でも元気ですね。ラブライブの話続けられないか。そういやでもどっかで挟めれるんじゃないかとコッシャン担当狙っておりますが、かかやはり、まあ、直線上の飛び道具があるっていうのは対スネークにまあまあ適性があると言ってもさすがにないんじゃないですか、ね、まあそうだね、強い。あの波動弾、波動弾じゃない、手榴弾先生を妨害できるから強いんだけど、うん、溜めた波動弾が手榴弾に沿われるっていうケースもあるんで、うん、まあ、両者打ちどころに気をつけましょうっていうカード。でも手榴弾にちょっかいかけられるだけで対スネーク結構いいから、うん、と自由自在の C4 ですね。でかいね、うん、台上に置くと、まあ、確かにでかい、ね、上にいても下にいても当たるという上様、発射ですが攻撃上がり届かない、下強で書いとる。まずは手榴弾設置から大上、音がめなしですが波動弾、まあ、確かに小戦場のスネークの大上手榴弾要塞に対して波動弾でいいっていうのはめっちゃ嬉しいです、うん、自分から動く必要がないっていうのは、うん、スネーク側に近寄らなくていいのは、まあ、やはり玉キャラでやるのはスネークちょっと難しいですからね。そうね。サイファー吹き、移動回避ケアして、もう一回サイファーで上空逃げるが空対空仕留め切る、ね、着地がやっぱいいね、波動弾もね、うん、まさか移動技だったとはっていう。どこに感性反転しても結構覆ってくれるんで、うん、それがでかいですね。今の空中ショーで直で自分で叩きに来ましたけど、うん、最終的には波動弾とかでも着地狩りはなんだかんだできそうですよね。あと波動弾のプレッシャーがあるから直で叩けるっていう話、うん、あーそっか、うん、着地する側にもきちんとプレッシャーがかかっております。軸になってるね、着地狩りの、ね、うん、迫撃砲ですが全員キャラで一番長い回避上がり通して空エヌから下強。え、ミーフィット取れないより長いの？ミーフィット取れないのは3番目ぐらいですね。あ、そうなんだ、うん、意外と七でとかと同じぐらいだった。なんであいつってさ、うん、回避上がりの距離の長さがさ、うん、1番じゃないのに有名なんだ。なんでか、その後の横強が強烈すぎてめっちゃ印象に残っちゃうからなんだよな、はい、多分な。ちなみに僕は VIP で、あの下スマまでします、回避上がりで。あの姿勢めっちゃいいんで、マジで駆られないです。メンメンもやってるよな。あ、そう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 、メンメン早いからっす、ね、別に長いわけじゃない。ちなみにこれ相当やばいか。そうですね、むしろルカリオ側は、あ、波動ダメから空中へ発形ですが反転が出ず、そのまま切り上げて、本当に波動弾チャージの後、こう空中後ろを確定するパターンもあるんですけど、うん、しないパターンもあるんで、うん、まあ、今のは移動回避が間に合ってたから、はい、まあ、それを確認しなきゃいけなかったんですけど、確認がちょっとテンパって難しかった、うん、なんだかんだ波動ダメから直接何がしっていうのは確定させるのも難しいですね。あ、まあそうだね、結構状況限、うん、あらゆるタイミングでできるわけではないです。シリーズが1個前だとめちゃめちゃ決まってた印象がありましたけれども、ダッシュ動き切り開いて透かしした強ですが垂直ジャンプ様子見、これに手を出すのは空中手の持続ですが、もうちょっと美味しい火力をつけたい C4 ですが、ここは設置となる集団が9A 設置からはニュータル回避ですが、空対空空中へ、こちらも追いかけに来るぞ。今飛びきんなかったのは結構きついな。うへー、波動弾からそのまま反転して打ち切る。しゃがんでてよかったね。あ、死亡から目の前に着地、見られて見られて見られて、怖い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 、おお最後はその回避じゃなかったですね、うん、波動ダメから空中昇、これはさすがに確定と。確定最後は4フレ回避っていうのもあって、あー確定しやすいですね。そうですね、まあ実質回避1フレ属じゃないですか。ほらまたさ、声近いってコメントくんなもん、もう本当に悲しいよ俺。もうみんなもさ、悪気があってコメントしてるわけじゃないの、わかるわかるんだけど、悲しい悲しい。スマブラの試合なんか興味ないんでしょみんな、どうせ知らないもん、知らないよ。今調整してきます。あ、はい、お願いします。なんでそんなあんなやさぐれてんだろう。もはや声が近いの俺のせいな気がするやん。はい、ということで、はい、2戦目でございます。初戦場そのままですね。空中前空中前空中へ、この波動補正がない時でも序盤の火力が高いのはやはり LL サバがなってなす技とか、空中下ただ技ですが補正がないとアーマーを突破できない。下強は崖詰まりに当て切って集団設置ですが、攻撃上がりなぜかまた無敵がある。空下はい、調整したんで、なんか声割れてますとか、はい、コメントしてくれたらまた調整するんでね。はい、任せてください。 ありがとうございます。
波動団チラ見せですが冷静にしゃがみ透かしで着地ですが空中シローまだ撃墜はしない。ここはあえて何もせずとはいえ前歓声も入れず出し攻撃透かして取った差し返しの発見撃墜。スネークの DA ってあれの対策ぐらいしかなんかまともな回答を見出せないですよね。引き出してから差し返すところ、うん、まあそうだね。カイスネークは結構手榴弾に温まりつつもちゃんと間合い管理しなきゃいけないね、うん、DA でトムソスインクル DA がそう DA での逆上に対して差し返せるような準備は必要です。村タクとして最強すぎてあれが本当にC4 大ベ設置ですが反転 NB 設置ですからちょっとね、うん、さっきからやり取り続いてるんですけど、うん、ルカリオ特有の動きをスネーク側が崩すのが難しそうっていう、ね、そう、うん、感じですね、うん、花丼側の方が差し合い、うん、悠々やってるな。弾というかどっちかというと機動力でもはや圧をかけてる。あ、そう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 、うん、なんか攻略しないといけない、うん、スネーク側が今普段はね結構させる側のキャラクターだと思うけど波動ダメ空中ニュートラルただこれちょっと間に合いますかねその攻略無理か波動ダメから空中ショージャンプしか間に合っていないとそのまま撃墜。こういう時ね自分の動きをまるっと捨てないといけないんですよ。うん、俺強い人だし俺それなりに強い人だし俺のやってきたことって間違ってないはずだみたいなところを、うん、もう一瞬ですっぱり捨てる今目の前にいるやつに勝つためにどうすればいいかっていうのを考える必要がある。俺はデータを捨てるっつって。あ、そうそうなんだよ。乾になる人なる